国家あっての自由、国家あっての生命、国家あっての経済であることはですね、国家をなくしたウイグルやチベットの人たちが今どんな目に遭っているかを見れば一目瞭然であります。私は防衛費の倍増に大賛成であります。ただですね、それのために金が足りないから増税しますというのには反対いたします。というのは今までの支出の見直しを全くやってないからですね。今現在100兆円支出しているこの財政の見直しを行わないで安易に増税しようとしているから反対しているのであります。私が一番削るべきと考えているのは何の役に立っているかでわからない男女共同参画予算。これはっきり言いまして、女性も男並みに働かせるためにわざわざ金を出して便宜を図る、こういうどうにも役にも立たない予算10兆円、これを削るべきだと考えております。20代の女性の約半分が実は専業主婦になりたい、こういう希望を持っていると調査結果で出ております。国や政府は女性が輝ける社会をなんて言っていますけれども、半分の女性が専業主婦になりたいと言ってるんですから、全く余計なお世話であります。これのためにですね、使われている男女共同参画費用10兆円、こんなの削ってですね、防衛費に回せば増税などしなくて済むのであります。